ああ、新しいバッグだって欲しいし、美味しいものたくさん食べたいのに、お金がないよ。まあ、テレビでも見て紛らわすか。何何？新人料理人募集？未経験でも OK。時給が3000円。たっか！早速働こう。さーて、ここがバイト先って、え？何ここ？ガイドブックって書いてあるけど。何何？グロスフードへようこそ。ここは恐ろしいモンスターの土地です。新人料理人として制限時間以内にお客様に料理を提供することがあなたの仕事です。モンスターは普通の人間の食べ物が好きではありません。代わりにあなたはモンスターの好むグロテスクな食べ物を作らなければいけないのです。ではグッドラック。あー、なるほどね。まあ、ちょっととりあえず帰ってもよろしいですか？どうやらこれは普通のレストランじゃないみたいですね。レベル1。誰？すいません。どうすればいいんですか私は。あ、レシピブック、レシピブック。なんか防具があるんだけど。怖っ！とりあえず着替えるってことかな？でっか。枯れシャツかな？これでなんか、鉄の剣がフライ返しって大丈夫そう？スポンジ。レシピブック見てみよう。麦と、リンゴと、かぼちゃと、ドッグベリーってなのかな？あと、ソウルミルク。はぁ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 。スタートクッキング。何？誰かいる！何ですか？嘘！お客様？怖っ！狼男！なんて？わかんないわかんないごめん！あ、こんにちは。え？それが食べたいんですね。待って、怖いです。まずこれを作って、最終的にこれ作んなきゃいけない。待って、BGM 怖っ、BGM 怖っ。小麦、とりあえず小麦取ってきます。すいません、ちょっと待っててください。え？待って、タイム、待って、早いって！無理でしょ。普通に考えて無理じゃない？よいしょ。焼いてる？あ、できた。え、待って、ストップ。本当に待ってください。お願いします。これ焼いて、そして、かぼちゃと包丁、かぼちゃ。あった。急いで！やばい！怖いよ！助けてみんな！これを、多分この人。はい。そして、これと、これ合わせて、あの、すいません！あ、クッキングスタート！待って、ストップ！お客様、静粛に。これですか？これですよね？はい、これですよね？ほら、お食べ！痛い！よ、鳴き声意外と可愛い。お客様、静粛に。よし！え？何？あ、なんか、パンプキンのお客様？今度こそちょっともう一回頑張るわ。こんにちは。いらっしゃいませ、お客様。はい、そちらですね。今度こそ行きますよ。まあ、BGM に煽られてるんだよね。さっきと同じように、小麦とパンプキンね。オッケー。行けます。かぼちゃ取って、小麦をね、はい、焼きます。そして、かぼちゃ渡します。ほい！よし。これ、どうやってくっつけんのこれ。ねえ、これどうやってくっつけんの？やばいって。できた！お客様！はい！やった！とりあえずこれでね、一回クリアしました。なるほど、こんな感じね。今度はレベル2やっていきましょう。おー、怖い！こんにちは。レシピブック。はい。相変わらずなんか装備が増えたってことは敵が強くなるってことですか？釣り竿？うわ、何？なんかスライムがいるんだけど。先にレシピ確認しよう。ほう。こんな感じか。なるほどね。まあじゃあとりあえずやってみよっか。多分大丈夫でしょう。スタートクッキング。よいしょ。どちら？あ、いた！誰？あなた？うわぁ！え？ジェイソン？え、ジェイソン様。何がお望みで？ストップ！これね。何これ？ちょ、どれ？皆さん、私には分かりません。ちょ、とりあえず釣りしよっか。大丈夫そう？本当に。え、釣れた？何釣れた？あ、これかな？あ、君は？君なり君。おお、あ、なんか手に入った。ちょ、待って、ジェイソン何欲しいんだっけ？お客様、そちらでございますね。少々お待ちくださいますし。ジェイソンが欲しいものは、わかんないけど、なんかちょっとさ、なんか、お客様、少々お待ちくださいませ。少々お待ちくださいますし。あ、これか！これは、ウッドウォートを、これで焼いて！はい、焼いて！そして、お客様？お客様？
お客様、お客様、大変申し訳ございませんでした。本当にね、お客様、申し訳ございませんでした。少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか。大変申し訳ございません。洗ってあげましょうね、お客様。はい、ゴシゴシ、はい、ゴシゴシ、よし。いや、なめんないよて。おーっと、お客様、頭がないでございこんにちは。でもなんかね、一回やればいける気がするんだよね。多分、あのお客さんも、またこれ頼んでくるでしょ？これ何？このさ、緑の粉みたいなやつ。あ、これね！よし、もうオッケー！予習準備完了。こちらへどうぞ。こんにちは。あれ？ちょっと待って。違うぞ。料理が違うぞ。お客様、お客様、お客様、大変申し訳ございませんでしたと。そんな物騒なもの投げないでもろて。物騒なもの、いた、死ぬ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 。あ、ちょ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 、あ、ちょ。なんか来たな。あー、ジェイソン様、こちらのお料理でしたわよね。こちらのお料理はかまどで焼いた後にあれですね。はいはい、ではジェイソン様、ジェイソン様、こちらいらっしゃいますということ。あ、なんかまたメニュー違うぞ、またメニュー違うぞ。これ何？あー、ほらほら、もう作った。お客様、お客様、こちらお料理でございますよ。はいはい、お客様、お客様、こちらこちら、はいはい、どうぞ。はいはい、お客様、おっしゃー、全くろくなお客様がいませんね。本当に困っちゃいますね。ちょ、リベンジしましょう。はい、お客様何でしょうか。お客様好きなもの早くお答えいただいてもよろしいです。はい、そちらでございますね。じゃあまずは長靴を釣っていきたいと思います。長靴、長靴、今長靴の時間です。今長靴の時間です。長靴の、痛いです、痛いです、本当にやめてください。ちょ、本当にやめて。はい、長靴来た。スライムどこ、スライム、スライムどこ。あ、来た、今だ、できた。あー、待って、ねえ、お客様、何がお望みでしょうか。あー、そちらでございますね。これだね、これと、あとこれ、この粉みたいな、これ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 、もう私いけたわこれ。よし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 、はい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 、そして、へい、はいはい、お客様、いた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 、お腹いっぱい。レベル3の方行っていきたいと思います。ちょっと私思ったんですよ。あらかじめ食材を下調べすることが大事だなと。レシピ見よう、まず。うわー、なんかちょっと、怖っ！よいしょ、あ！すごい、この子もやってみるか。何が出るかだけ見たいよね。あ、この子からこのお肉が出るんだね。で、フィンガーは、これか！うわ、怖っ！お肉怖くて草！ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。もうこれ絶対いけるわ、一発クリア。スタートクッキング！いらっしゃいます。なんかちょっと、怖っ。あ、それですね、お得意です。それは多分、まず、馬をやります。よいしょ。よし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 。馬と、あとこれ何？骨？骨は、これお墓でしょ、絶対。あ、あ、手に入った、手に入った。これを確かなんか今、料理長に渡すみたいな感じだったよね。お願いします。料理長、違うの、違うの、違ったね。これちょっと、あー、来た、まだ間に合う。本当に一発クリア目指す、一発クリア。で、焼くじゃん。で、これで、お客様、食べろ。一発クリアしました。やったー。だってこれめっちゃ楽しいんだけど。次はね、レベル4やっていきましょう。いける気がするな、もう。こんにちは。嘘、ネザーですか？こういうふにゃふにゃとかあって。あ、でもね、これだけか、食材。ほん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 。レッツスタートクッキング。もう OK だよ。私は多分今回もう一発合格しよう。一発合格。お客様は、さつまいもジュースでございますね。これを焼いたのと、玉。オッケー。もう私絶対いけるわ、これ。これと、これだね。よし、もう帰る。待って、早くない？はい、こんにちは。ということで、まずはですね、さつまいも、これ、あ、これを、フランケン、はい。フランケンに食べて、なんか、むにゃむにゃ言ってる、むにゃむにゃ言ってる。そして、これを焼く。はい。ちょっと待って、私もう、プロじゃん。こうして、はい。はい。はい、お客様、さつまいもジュースでございまーす。あ、間違え、ごめん、投げちゃった。はい、どうぞ。OK です。じゃあ、レベル5行きましょうか。レッツゴー！なにこれ？そういう移動？ちょっとやばくない？じゃあ、急にレベル上がりすぎてない？大丈夫そう？あ、またこの骨とか、で、ゾンビのこれ。で、なんか増えたのが、ホワイティッドペット、痛いんですけど、ゾンビ。ちょっと、大変、難しそう。あ、こっちになんかいるわ。なにこれ？ネズミだ。なにこれ？
いたこれがなんかネズミのこれか。ラビットって書いてるけどネズミじゃないのこれ。じゃあここら辺は全部ネズミか。うわ、なんか来た。何それ。ちょっと待って。はい、じゃあ。いや、怖っ。痛い。容赦な。口、なんかお客様口からなんかあのニラが生えてますけど。お客様口からニラが生えてますけど大丈夫そう？お客様口からニラが。なんかすごい人いるんだけど。どういう人？いらっしゃいませ。お客様こちらにどうぞ。何が欲しいのかな？あんまりちょっと難しいの言わないでくださいね。それは、脳味噌と、目ん玉と指とそれね。オッケー、もういけるわ。脳味噌と、目ん玉と指とそれね。フィンガー、はい、フィンガー。よし。ゾンビ、いた。よいしょ。もうこれだけでいいんだよね、確か。私もうこれプロですから。お客様、じゃあ、あのね、こちらで料理させていただきますのでね。はい。はい、お待たせいたしました、お客様。はい、どうぞなんかどこ行った？いやー、だいぶ働いたし、そろそろお金も貯まったんじゃないかな。料理長に辞めるって伝えてこよう。料理長、お世話になりました。私はもう十分稼いだので現実世界に戻してください。それはもう無理だな。え？君はすでにモンスターになっているからじゃん。どういうこと？膝を曲げてみるとわかる。おいしょ。え？足の関節が変な方向に曲がってる。ということは本当に元の世界に戻れないの？そんなの無理だよ。はい、ということで今日の動画は以上です。こんな料理食べたくないよと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またね、レベル6からレベル10まで残ってるので続きが気になる方もね、コメントに書いていただけたら続きやるかもしれません。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので概要欄にリンク貼ってあります。ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。